ごめんごめんごめん、お待たせ、ちょっと遅れちゃったね、ごめんね。あ、これ、あ、ちょっと麦茶さ、暑いから。こういう時ってもうなんかその500とか600じゃなくてさ、2リットル買っちゃった方がいいんだよ。結局2リットル飲んじゃうから。じゃあ行こうか。見てごらん、桜水産あるよ。もう桜水産ってさ、もうないよね。中野とかも高田馬場とかも、原宿桜水産すごいね。ちょっと行こうか。日曜だから人がぐちゃぐちゃいるな。暑いし、暑くて人が多いね。日曜じゃない方が良かったな。めちゃくちゃ多いな。クレープあるね。クレープちょっと食べようか。どれがいいか。なるほどね。このなんか好きな。これく、あ、こういうハムポテトとかいうね、おかずっぽいやつもあるね。なんかちょっとそうだね。そうか、400円台じゃないんだ今クレープ。500、600、600円ぐらいすんだ。2つもらって、なんか一人で2つ、2人で1つを一緒に食べるみたいな感じとかがいいのかな。なんかそのすごい同じ味を2人で楽しめるみたいな、一緒に共有できるみたいな。だから2人で1個っていう感じにしようか。ストロベリーバナナチョコクリームとか、これでいい、これにしようか。すみません。そう、美味しそうだね。スプーンもさ、2つもらったから、コロナ禍だけどさ、ちょ気をつけながら食べれば大丈夫だから、一緒の味共有しようよ。あ、甘いね。甘くて美味しい。うん、いちご酸っぱくて、酸っぱくて甘くて美味しい。ちょっと食べてみる。スプーンあるから。コロナ禍だからさ、コロナ禍だから、あのコロナ禍だから気をつけて。うんうん、はい、甘くて美味しいよね。美味しいね。触っちゃった部分は俺が食べるから。
コロナ禍だから、だからその 気をつけてその一つのクレープをコロナ禍に気をつけて一緒に食べていこう。行こうか。あんしてあげるね。どう？おいしい？よかった。え？あ、ついてるなんか。え、クリームが。あ、あ大丈夫大丈夫。コロナ禍だからさ。コロナ禍だから。自分で。うん。甘くて美味しい。行こうか。行こうか。ほら、原宿の大通り。出る。心の準備は大丈夫。じゃあ、行こうか。歩き疲れたし、カラオケでも行こうか。もう1リットル飲んじゃった。ミキちゃん、ゴー。ちょうどバースデークーポン使えたからさ、チョコパフェ。すごいね。綺麗だな。でもなんか火花がなんかフルーツとか大丈夫かな、これ。その灰みたいなのがフルーツに、これなんか煙の匂いもしてきてるけど、じゃあ歌っちゃおうか。じゃあ歌ってよ、なんか。え？俺？いや、先歌ってよ。え、俺？マジで？俺先？まあいいけど、じゃあどうしようかな。どうしよう。あんまカラオケとか来たことないからな、歌とか歌ったことないからだけど、じゃあこれ歌っちゃおうかな。
昨日さライブだったからちょっと喉調子悪いかもしれない。で、結構久々というかあんまり普段歌ったことがなかったからこういう感じで、まあでも俺のすごい気持ちは込めて、まあ僕と付き合ってください。本当にいいの？よかった、これからよろしくね。パフェ食べて、なんか歌ってよ。また俺？いいよ、じゃあパフェ食べながら聴いてて。